コリア・デルリオは、スペイン・アンダルシア州セビリア県のムニシピオ。セビリアの南方約15キロメートルにあり、グアダルキビール川に面する。1614年、仙台藩の伊達政宗の家臣、長谷倉常長が率いる慶長県王施設が滞在したことで知られる。コリア・デルリオには、ハポンの姓を持つ人が約600人おり、施設団の一員として来訪したまま現地に泊まった。 物の子孫とする説がある。コリア・デルリオは、セビリア県の南西部、アルハラフェ地区にほど近いところに位置し、近くには、ラス・マリスマス湿地帯が広がっている。ハセクラ・ツネナガが率いる慶長県王施設は、1614年10月5日に、グアダルキビール川川口のサンルーカルデバラメダに入港、数日の後小型ホブネに乗り換えてグアダルキビール川を、訴上し、 コリアデルリオに上陸した。ハセクラは、オーロで数日間この町に滞在し、10月23日にセビリアに入った。ヨーロッパに渡った日本人は約30人であった。慶長圏王施設の記録は断片的であり、行動、皇帝やその時々の人数については諸説ある。スペインからローマに向かった日本人は半数であり、残りはコリアデルリオに滞在して、 ハセクラらの帰りを待っていたとも言う。ローマからの袋、ハセクラは、スペイン国王フェリペ3世からの返書を待ちつつ、1617年7月4日にセビリアを出発するまで、セビリア近郊に長期滞在しているが、その場所はコリアデルリオという。コリアデルリオには、スペイン語で日本を意味するハポンの性を持つ人が約600人いる。 この町の教会の洗礼台帳に残る最古のハポンセの人物の記録は1667年のもので、フアン・マルティン・ハポンとマグダレナ・デ・カストロの娘カタリナ・ハポンデ・カストロの洗礼の記録である。1980年代から地元郷土市屋によるハポンセの研究が始まり、1990年前後からは、慶長県王施設から離脱した人々の子孫とする説が、 盛んに唱えられるようになった。これ以後、ハポンセの人々は、自分たちは、侍の子孫であると考えているという。1997年には、スペイン日本ハセクラ常長協会が組織されている。慶長県王施設の日本人の数人は、ヨーロッパに留まったとみられる。コリアデルリオ周辺で苗床を作る、稲作農法があることや、ハポンセの用事に、 王子藩が見られることが、ハポンセが、慶長県王施節団の日本人と関連づけるものとして挙げられている。ただし2015年時点において、ハポンセを日本人の末裔とする説の最大の論拠とされているのは、ハポンセが施節団の滞在以前の宣例記録に見られないということであり、ハポンセのルーツには依然として不明な点が多い。 1647年の町の徴兵記録には、バルトロメ・ハポンの名があり、コリアデルリオにおける、ハポン星の現れ始めとみられるが、同時に彼は36歳とも書かれている。徴兵記録において、年齢のさ上げは状態化していたとされるが、記録に従えば、施設団の日本出発以前に生まれていたことになる。ハポン星と、慶長圏王施設団と関係づけることに慎重な、 立場もある。2012年度より、名古屋大学、東京大学、国立遺伝学研究所などによる共同研究チームが DNA 鑑定によって、ハポン星の人々と日本人との関係を調べる研究を行っている。1992年、宮城県はコリアデルリオに佐藤忠義作の長谷倉常長像,像を寄贈した。この像は、グアダルキビール川に沿った。 カルロス・デメサ公園に建てられている。2003年には、ハポンセイの人が集まる、日本集館が開催された。2013年6月、徳人皇太子が、コリアデルリオを訪問し、植樹式を行った。ありがとうございます。